二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インテベアの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、稲本さんという方からの相談を取り上げてやっていきます。はい。こんにちは。大阪の郊外で自宅兼美容室をやっております。個人経営でオーナー兼プレイヤーで、何歳ぐらいまで働けると思いますか？今僕は31歳で、基本的にどんな年齢の人とも話せますし、技術も不安はないです。ただこれから自分が50歳、60歳と年を重ねた時に、働き方とかお金の流れには少しだけ不安があります。もともと年齢を重ねてもずっと働けるように、店舗家賃がかからないように家の下で開業したのですが、美容師の今後、老後が少し不安です。年齢を重ねる前にその分の貯金をしとくか、老後もらえるような保険をかなりかけておくか、別でお金が入るような収入源を確保できる事業を始めるか、お客様と一緒に年を取り、比較的同世代の方を相手に美容室一本で勝負していくかなど、いろいろ考えてます。二藤さん、どう思われますかというご相談です。はい、はい、というわけで31歳ということで、二藤さんより、4つぐらいですかね、3つぐらいですかね、はい、したということで、もう老後があるということではい、はい、どうでしょうか。もちろん、ね、不安な方もいると思うんですけれども、はいはい、うん、働き方っていう部分、いや、まあすごくね、気持ちは分かんなくはないというか、まあ、正直僕は分かんないというか、老後に不安とか思わないんですよね、全然。でそれなんでかっていうと、まあ、いつ死ぬか分かんないしって思っちゃってたりとか、ね、じゃあ例えば保険をかけてて貯金してて、って言っても、もしかしたら50ぐらいで死ぬかもしれないし、まあ、下手したら明日死ぬかもしれないしって思っちゃってるタイプなので、あんまりその不安に感じないタイプではあるんですけど、でもまあもちろん僕みたいなタイプじゃなくて、こういうね、稲本さんみたいな方もいらっしゃると思うんで、じゃあどうしたらいいのかなって考えると、僕は割と今この話を聞いてると、ちょっと守りに入っちゃってるのかなって思うんですよね。でそれが逆にこう不安になっちゃってるのかなとも思ってて、もう少しこう、まだ31歳っていう年齢ですし、攻めてもいいのかなっていうふうに思うんですよ。で攻めることが結果、その自分の収入源を増やしたりとか、貯蓄を増やしたりとか、まあ、そういうところにつながっていくのかなっていうふうに思うんですよね。なので例えばそのお店をこう、今自宅兼みたいな感じですよね、確か。そうですね、自宅の下で、ね、やってらっしゃる、まあ、そこはもちろんお金かかんなくていいとは思うんですけど、でもやっぱり限界値っていうのがあると思うんですよ、そこでの売り上げとかっていうものは。なので、まあ、まずそこで売り上げをがっつり、まずはもう上限、最大限まで売り上げを上げるっていうことに、力を入れた方がいいと思いますし、でそれができたら、もしかしたらもう少しいいところ、郊外じゃなくてもうちょっと集客できたりとか、売り上げを上げられるようなところに店を出してたりとか、まあ、もしくはスタッフを雇ってもっと売り上げを、利益を上げられるようにするとか、まあ、そういうのを着実にやっていくっていうことをしていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でその中である程度余剰資金っていうのができれば、もしかしたら、いろんな、まあ、投資だったりもそうだし、副業的な収入源っていうのを作ってもいいかもしれないし、っていうふうに、なんか攻めることが逆にこう守りになっていくというか、後々の保険につながっていくのかなと思うの で僕自身も今、DB 美容室も経営しながら、まあ、そこからの収入もあるし、まあ、こういったコンサルの活動っていうのもやりながらの収入もあるので、まあ、その収入に関しての心配というか不安っていうのは、やっぱりどん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 そういう活動していくとなくなっていくっていうところがあるので、ぜひそこら辺、稲本さんも考えていただけたらなと思いますけどね。うん、はい、そうですね。
じゃあ今のこうある環境の中でこう、うん、将来どうしようかなって考えるじゃなくて、うん、もっともっとこう攻めて、うん、新しい可能性を見つけながら、うん、で活動していった方が結局そっちの方が、うん、あのまたお金的にもその不安定なくなるよねってことですよね、うん、そうですね、うん、やっぱ守りに入って多分今の店だけだとその、まあ、今後どうなるかわからないじゃないですか。 そこにお店がねできちゃってたりとか増えてっちゃったりとか、うん、お客さんが減っちゃったりとかっていうことは確実にあるので災害もねいつあるか分かんないですよね。そうそうそう、だからやっぱ攻めていかないといけないと思ってるんですね僕は、うんうん、で攻めることが、まあ、最大の守りじゃないけど、まあ、そういったところにつながってくるのかなと思うのでちょっとそこら辺まだお若いと思いますので頑張ってほしいなと思いますけどね。そうですね、うん、あ二藤さんもいろいろその、うんじゃあ理美容室以外に何かやろうって考えて、うんまあ、いろんな選択肢あったと思うんですけれど、うん、なんでこうコンサル活動を始められたんですかね。いろいろあるじゃないですか、はいはい、でコンサルに限った話じゃないですよね、うんうん、もちろん、ねそうですねまあ、その中で今これをやってるっていうのはどんな理由があるんですかね、うん、いや僕も正直その投資案件に手出したりとか、そのネットビジネスみたいなその家で在宅でやれるようなビジネスモデルみたいなのにも手出したことはあるんですけど、まあ、そういったのをやっていく中でなんか僕自身結局誰かにこう喜んでもらいたいっていうのが根底にあってその自分が一人で稼ぎたいっていうところにあんまりこう頑張れない力を注げないタイプでなんでそのコンサル活動みたいのが自分には性に合ってたっていうところですかね。なるほどですね、はい、こわもてなのに優しいっていうことですね。なんかそういうつもりはないんですけどねなんかその方が楽しいんですね。僕が楽しい楽しいってことですね。そう、その誰かが楽しんでるのが楽しいっていう。そうですね。そう本当にまあ、今ねその長妻さんと一緒に講座もね開催してますけど、はいはい、本当に楽しそうですよね。セミナー会場にこう誰か来ると、はい、おーみたいながあってますよね。あの見ると楽しいですし、もちろん結果も出たらね、そうそうそう楽しいです。ちょうど今これ収録してる、2日後に、うん、そのね講座に参加してくれてる方の、ああそうそう特に成果を上げた方がいて、はいまあ、お祝い会もするんですけど、うん、やっぱりそういうのも嬉しいです、ね、嬉しい、すごい嬉しいですねそういうのためにやってるようなそうですよね。そうこの間先週とかはそのスタッフとこう、まあ、限られた人数しか来なかったですけどとこう忘年会みたいなのもやったんですけど、やっぱそういうところで喜んでる姿というか楽しんでる姿を見ると、まあ、仲いいんですよね。うちのスタッフもめちゃくちゃ、ね、なんそんな感じします。僕も、ね、髪切らせてもらってますけど、はあ、もうしょっちゅう飲み行ってますよ本当。あ仲いいんですね。仲いい本当仲いいなと思って見てるんで、それがまた楽しい。なるほど、はあ、じゃあお店でもそうだし、うん、お店以外のこういったコンサート活動でもそうだし、うん、やっぱ人が楽しんでるのは嬉しいっていうのは、うん、根っこにあるってことですね。そう、そこに気づけたからコンサルみたいな活動をするようになったっていうところですかね、うん、はい。もちろんね、なんか在宅ワークとか、うん、なんか違うのも出てやっていいと思うんですけど、うんまあ、とにかくその自分が何をしたいのかっていうのを改めて攻めの姿勢で考えた方がいいんじゃないですかっていうことです、ね、そうですね、はい。そうですよね、うんうん、全然なんか僕と違ってね、家でこう、なんだろうゲームやってたりとか、うんまあ、そういうの好きな人もいるじゃないですか。そうです、ね、うん、そういう人は逆にその在宅ワークみたいなのが合ってんのかなと思うし、そしたらなんかじゃあどれだけ働く時間減らして売り上げを上げるかっていうなんか、うん、そういう方向にもいけますよね。そう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 、自分のやりたいこう将来像に合わせてやっていけるのが、うん、まあね自分のお店持ってたら自由にデザインできると思うんで、そう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 ですね、目指してほしいですね。不安もあると思うんですが、うん、自分がどうなりたいのかっていうのも考えてほしいですね。うん、そうですね、うん、はい。なので、まあ、ぜひですね、まあ、不安ももちろんあるとは思うんですけれども、うん、なんかこう将来ね楽しい未来をイメージしながら、うん、なんか活動の幅を広げていくといいんじゃないでしょうかっていうことですね。はい、はい、わかりました。ぜひ会いに来てください。そうですね、はい
楽しいですよね、うん、あの二藤さんの講座も、講座も含めていろいろセミナーとかも含めて、うん、楽しいですからね。まず、あ、なんかそういうね、副収入を得られるような講座ともやってたりとか、うん、単純に今の店の売り上げ上げる講座みたいなのもやってたりもしますし、はい、バーベキューやったりもします し何かね、自分がこう、あ、なんか行ってみたいなと思ってもらえるのがあれば、ね、ぜひ来てほしいなと思います。はい、はい、もう本当にね、あのもう終わろうと思ったんですけど、はい、本当にあの、まあ、今31歳じゃないですか、稲本さん、はいはい、本当にそのぐらいの年代の方も多いじゃないですか。多いですね。それぐらい本当に、確かに、もちろんその副業やってみたりとかもそうだし、うん、なんかセミナー講師か、なんか技術のセミナー講師やってみたりとか、うん、なんですかね、こうエクステを日本で広めるような活動もしてたりとか、いろいろ活動してる人多いですからね。多いですね。楽しそうですよね。いや、楽しいと思います。あのね、なかなかオーナー経営者ってね、うん、一人でこう閉じこもっちゃうというか、そうですね、うん、ことが多いので、そのいろんな境遇、同じような立場の人たちが、でいろんな活動してる人もたくさんいらっしゃるので、その人たちと仲良くなることで不安も解消されることもあると思うので、そうですね、ぜひ、はい、ぜひ会いに来てくださいということで、はい、はい、終わりたいと思います。はい、伊藤さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。